ことなくて、うっそー、ごまかしてたってこと。そう、逆にバレちゃう。今日初めてだから、イエーイ、おめでとうございます。お祝いの日や。あー、面白い、そんなことがあったんや。みんなもあるんちゃうの、そういうの。実はそこは下手だったみたいな。どこやったかな。いっぱいあるよな、もうそんな。ね、懐かしい。なんかさ、みんなめっちゃダンス上手くなってるくない？確かに。その時のフリー映像とか見たらさ、確かに確かに、ね、まだちょっとぎこちなくて、うん、めっちゃ上手くなったよなって思った。夢逃げとかどこも踊れへんかったもん。どこも下手も。あー、本当にあのドッキリ大成功。あ、じゃあこれ手で持った方がいいわ。え、長い時間やから大変でしょ。全然大丈夫で。お皿というお皿。いけるいける。筋トレやね、こう。うん。今筋トレしたのに。ミカナの、ミカナがスタンド使っていいよって。じゃあね、ケイトいつもこんな感じだけどね、皆さん。全然。このケイト、これ下手くそやね、使うの。なんかずっと揺れてる。仲良しです、今日も。こんばんは。こんばんは。そうですよ、もう。中堅だって。あ、確かに、それはそう。うん、ですって。ちゃった。でして夢逃げ3年も前やったってことがびっくり。ね、何年か。ね、今日の夢逃げが一番しんどくなかった。おお、いいことじゃないですか、うん、それ。楽しいだけやった。最後ついたかな。かな。でもアドレナリン出てた気がする、めちゃくちゃ。楽しすぎて。あるある。え、お二人千秋楽出てましたっけ、夢逃げ。そう。え、でももっと前ってこと、3年以上前ってこと。うん、呼ばれんかったな。ちゃいます。なんかななほちゃん呼んでもらえてたのに。あ、そうだ、呼ばれんかったな。なんで？え、千秋楽じゃないけど、なんか一回さ、ななほちゃん出てたやんな。ちゃいます。え、じゃあ ほんまは出てたやんな。はい、そんな気がします。え、そう、だからケトラだけ呼ばれんかった。え、いらねえってこと？違います。そういうことか。違う、はい、皆さんふんふんと上がっていっちゃったからね、皆さん。5ヶ月だってうちら出てた。え、嘘、半年も出てない。数えたら5ヶ月やった。確かに、だって記憶なかったよな。なんか記憶ないよな。エモいっていうか、もう初日の気持ち、今日。そうなんや。エモさまで行かれへんかった。でもなぜか振りは覚えてたじゃん。あ、覚えてた。すごいすごいすごい。曲流れたらな、踊れたよな。すごい。それだけさ、リハとかの期間に踊り込んでたんやろな、思った。すごい、覚えてるんや。うん、何が一番振り起こし早かったかな。いや、スレイブとかもさ、はいはいはい、絶対従順のスレイブ、うん、絶対に忘れてると思ったけどさ、うん、意外とやってみたらさ、うん、ああこれかやったんや。あのレイコと全く練習せずに、うん、一回曲流してやってみたら、うん、スレイブの感想を踊ってみたら、うん、いけたんや、うん、すごい、なんで、うん、すごい感想はもう覚えてなかったな。助手ゼロでやってみようっつって流して、すげー、できるんよ、うん、すごい。いや、ケイトさんが、ね、できないわね、彼はもう聞こえないんです。もうケイトにできんことないから、うん、ないもん。できへんって言って3秒後パって見たら踊ってはるから、うん、もう信じない。カレンタンもやで。よう言います。カレンタンも、いや、本当にカレンも練習してきてないんですって言って、めっちゃ、うん、めっちゃ練習してきてるから。練習はしてきてるから、うん、そう練習はしてきてるけど、できてないのがあるから。あ、懐かしい。なんやけど、なんかさ、カレンタンとミカナだけ最近できてないのって。俺最近できてない。え、あった、できへんって言って2人で頭抱えてた、うん、2人で泣いてた。え、何やったっけ、これめっちゃ覚えてる。それを言った、うん、え、2人だけ踊れてなくて、これはやばいぞ。あ、あれや、何、あのライブ用のダンスのコーナー、ゆうみさんとね、考えてくださった。ちゃん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 、うんちゃんうんちゃんうんちゃんちゃんちゃんのやつか。そう、なんかその仲間を探したよ、必死に。なんかシンシンとかも意外と覚え早いから、めっちゃ早い、めっちゃ早い。シンシン、そう、なんか、まあ、緊急生とかはさ、うん、仲間いるけどさ、ドラマの時全然さ、みんな踊れてたからさ。でもカレンタンだけ踊れてなくて、仲間嬉しいような、嬉しくないような。そうで、二人でこうやって角の隅の方に寄って、バレへんようにバレへんように逃げてた。ラビなんかさ、学校できてないのに踊れててさ、そう、なんか、うん、真似すごい。そう、みんながポジションやってる時におらんかって、うん、でケイトがこっち行ってこっち行ってこっちやでって言ったら、わかったって言って、で曲流れたらやっててさ、あんまり天才やわって思った。
すごいな、すごい、なんか どうなってんだよね。かもどっか行ってたことにしようかな、今度から。あ、いなかったです。いなかったんで知らないんです。いないいない。めちゃくちゃ元気におるけど。いやアフタートークまだまだ喋れたな。ね、早かった。自分の位置も喋ってなかったよ。え、ねえ、すごい、あっという間ね。え、もうないのかな、することは。夢に言えばね、公演は。ないよね、もう。だって何人で集まってももう変じゃない。え、ねえ、9も作りにくい。9とか8とか7とかあるし、5だともう少ない。ユニットやん、5。確かに。だからほんまにきっと最後。見てくれてましたか、皆さん。めっちゃいるやん。こっちもめっちゃいる。天才来た。天才だよ。天才が来ました。天才やね。お寿司とか。そうそうそう。あ、お寿司の話。うん、違う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 。褒め言葉あれやろ、これの話やろ。うん、そう。いやもうさ、全部さ真っ白になっちゃってさ、聞きて帰れるレベルじゃなくなっちゃってんけど。あ、のぞめがさ落ちちゃって。くしゃみ出そう。タクシュン。あ、もうすなゆか出やんくなった。ちょっと動かしますね。オッケー、いいよ。で、こっち映した。こっち、こっち来る。え、そこまで来れる私。うん、声でけえって。いつもやねんな、それは。褒め言葉よ。いける？母さんと追記してない？うん、してる。あ、ごめん。あ、いすいすいす。オッケーオッケー、いけた。あ、もう腰がおばあや。え、これやばい。の、みんな頑張った。頑張った。えらいです。でもやっぱりこの公園が一番体力使う。いやー、お腹めっちゃ減ったもん。すごい、なんか汗のかき方が気持ちよかったよな。確かに、まあ、ね、久しぶりにあの水たまりできてるのを見た。わかる。若菜の下がやばい。雨降った雨ね。水たまりは。いつも自己紹介の時見てたもん。あ、みんな今日も癒し返ってるねって。確かに懐かしかった。あ、ございました。打てへん文字。くじっちゃうよな、急ぐと。くじっちゃう。衣装は誰が選んでくれたの？結局はるかかな。おー、そうやな。あ、映してくれんの？うん、ごめんな、勝手に著作権ないよ。ミカナは映ってない。なんで？結構は。え、怒ってるよ。左顔面だけ映ってる。彼、うん、の防御邪魔やな。こうしたら。いや、ありがとう。夢は何台で見たら見れるよね。確かに。シンシンとハルちゃん、ハルちゃんとシンシン。ハルちゃん。うん。アイスをめちゃパチパチ言ってる。え、音する。ここまで。すごい。アイスを差し入れしてくれました。嬉しい。こんばんは。こんばんは。寿司の残り食べよう。食べて食べて。今回さ、みんなでさ、あの立ち位置とかも考えた。そうそうそう。それがめっちゃ大変やった。うん。ミカナ一番早かったよな。ミカニャ、ミカニャほんまに早かったもん。びっくりした。いただきます。みんなより2、3日早かった。早い方が助かるかなと思って。めっちゃ助かった。ケットは何回もやりましたけど。すごい。あ、ほんまに違う違う違うね。ほんまにできてなさすぎて、なんかもうぐっちゃぐちゃになってて、最初にやったやつが。で、そっからもう一回リハしたのに、もう一回みんなに覚え直してもらったんですよ。でも、それがもうケットほんまにもうマジで時間ない中こんな何回も やらせてもらって申し訳ないって思ってめっちゃ謝ってたけど、いやもうみんながね優しかったからそう、いいよって言ってくれて思いました。だってみんながちゃんと歌わりの人の顔が見えるように、うん、そう、立ち位置わざわざ変えてくれて、ね、優しい優しい感動でめっちゃ泣いたできてる。おでもめっちゃみんな泣いてくれてたよな。うんうん、あ、そうなんだ。ミラコが一番泣いてたけど。確かに。でもマネージャーさんが、うん、ピークの足もっと上がってたんちゃう。マジ？年やなって思った。うん、確かに。でもめっちゃパワー飛んできとったよ。うん、かっこよかった。びっくりした。ピークもしんどかった。あれフルでやってたんやなって思ったら。確かにな、ワンハーフであれやもんな。うん、ねえ、みんな
ね、メカ月のメラココールもすごかった。ねえ、素敵やった、うん、ファンのこと。コロイシのコールめっちゃ懐かしなかった。すごかった、うん、思った。びっくりしてんけど、何やったっけ。そうだ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 、キャラ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 。あれめっちゃ好き。うちらまだコールが出来上がってないんだ。らしいよ、5ヶ月しか出てなかったんて。あ、そうなん、うん、あ、そっか、正月で。そうそうそう、そうやな、確かに。でそんな感じしようよ。おいおいおい、ちょっと、それはあれからいろいろあってんやぞ。あった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 、めっちゃ変わったもんな、だって夢にでコロコロ、うん、な何回か変わったよ、ポジションもめっちゃ変わったしな、うん、確かに。すごかった、何回もオーディションしてたしな、うん、オーディションしてた、してたしてた、あの変わるたびにしとったやんな、うん、大変。最後の方はそうでもないか、最後の方はアンダーでできてたけど、うん、多分4ポジくらいしてた、懐かしい、5ポジでした。なあ、すごかった、うん、だってさ、シングルの時さ、どこか分かれへんかった、歌割りどこか分かれへんけどさ、全ポジできてたやんな。そう、全部歌えるけど今日はここかな、あれあるよ ね、でもね、いい思い出、いい思い出ですわ。研究生公演が一番、うん、なんか最高。研究生に戻りたいって思った、あの頃に戻りたいと思った。うわー、タワー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。何何のこれはタワー、虹がかかってる。そうです、タワー、タワー、すごいすごい、みんなタワーが立ってる、タワーが、タタワー。あ、なんか懐かしいよそれ。なんか言ってたやんな。え、ずっとやっとるよ今も。マジ、進行形でなんかタタワー、すごい、なんか言ってたやんなことある。でしょ、いろいろありました。なんかいろいろ、いろんな種類言ってた。教えてよ、ミカのとこもタワー取ったから。あ、教えて。タワーが、タタワー。タワーが、タタワー。声出てる。カレンタンの声。忠実に。イエイイエイイエイ。ありがとう。いいですね。ちゃんと照明さんにありがとうって言いました。あ、そうそう、追ってから。みんなでね。ねえ。みんなでありがとうの会を。ありがとうございます。スタッフさんみんなに。うん。感謝ね、なんか。全部正面も昔のやつやねんな、うんうん、あれ、うん、あ、そう？そうなん？多分夢にぎわ絶対そう、もうリハで泣きそうなったもん、昔のやつやって。すごい、わかんの？思ってた、すごい。でもさ、リハの映像見た？みんな、え、見たの？見た、もうさ、正面さんさ、なんか調節してるんかな、あれさ、ずっと画商画商っていう正面って、ね、照明がうさぎ画商って、なんか正月のやつになっててんの、正月にさ、使ったやん、画商とか。そう、うさぎ、うさぎ、あのね、年賀の側に正しい。ああ。僕以外は多分後ろ閉まってるんよ。あ、閉まってる、閉まってる。やっぱ照明さんの調節か分からないけど、ちょっと僕以外、ミカにあの真ん中で歌いながら、画商、画商、うさぎ。お正月や。お正月になってたね。リハ映像おもろかった。おもろかった。見てる。気になる。二番、二三、二円ぐらい。見てみよう。この石とかもやったよな。うん。週に。おもろ、この話ずっと聞いてられるわって、うん、嬉しい、言ったかだな。確かに。手大丈夫ですか、しんどくない、まあ、ここ無理か、そう、最初やったってんけどな、さっき落ちちゃってんの、なんかサプライズってなって、ね、サプライズしてドッキリでした。うん、よかった、成長してるってみんな。おお、嬉しい。そんな言葉が一番嬉しい。確かに。これで成長しなかったら悲しいもん。ほんまにな、ちょっとな、うん、あの考え直さなきゃね、いろいろな。嬉しい。みんなで散髪に行ってね、染めてね。なんで散髪っていうの？散髪よ、散髪よ。なんかずっと言ってるよ、散髪って。彼、うんうん、散髪っていうの？え、スケジュールの。スケジュール帳、うん、にもちゃんと散髪って、ね、なんでなん、散髪は散髪、美容院じゃない、あの染めてるやん、別に散髪はないやん、うん、散はしてないやん、散髪屋さんやもん、知ってないから、美容院やん、うん、散髪屋さんやし、散髪屋さんの人って言うし、うん、散髪コレントンとか美容室って言いそうな雰囲気、うん、ほんと、そんなおっさんみたいな散髪、でもカレンめっちゃ大阪人よな、うん、ほんまに、うん、でもこの前も言ったやん、お、一緒に東京でさ、ご飯食べてやんか、うんうんうん、ね、一緒にご飯食べてお会計するやん、うんうん、うちはありがとうございました、ごちそうさまでしたって、うんうんうん、おーけんにごちそうさまでした、言ってへんよ、ほんまに言ってたね、言ってへんよ、怖い怖い怖い、もう漫画の話やろ、マジで言ってたね、多分
ば。怖ない？来たらって言った。マジ？ごちそうさまでした。お気に入って。使う人おるんよ。でも言ってそうなんかカレンタ。じゃあこれからもそうしよう。でもめっちゃギャップやった。あ、言うんやと思った。うれしい。でもうちはごちそうさまでした。ありがとうございました。でもいいね、こんな綺麗なお姉さんに大きいのから。そうそうそう、めっちゃ良かったね。嬉しい。続けやった。続けまーす。怖い。嬉しい。やった。あ、せだくやったほんまに。ラビすごかったね最後、なんかワックス塗ったみたいになってた。ジェルやったよ。あんな感じやったなって、昔の生誕祭の自分の画像思い出した。確かに。そうやな。テカテカで。いい意味で変わらへんよな。ほんまに変わらへん。ずっとウサギみたい。ずっとウサギ。褒めてます。ウサギさん、ウサギさん。ウサギだらけや。ウサギさん。ウサギだらけです。トップウサギ。間違いない。でも歯引っ込んだから消えた。懐かしい。ウサギの歯引っ込んだからさ。かわいい。成長した。お姉さんになっちゃう。もう時間が経ってしまいました。あら。ありがとうございます皆さん。来てくれて。いやほんまに。皆さんもね、いっぱい声出させちゃったから。いや本当に。ね、休んでください。うん、喉のケアね。GMM 見てくれた皆さんもありがとうございます。ミカの喉やってたからさ。そうやんな。昨日と一昨日の2日間マジで喋らんかった。いやマジでさ、ミカのさ、ずっとさリハーサルでカスカスやからさ。マジで喋らんときってずっと言ってんのにさ、楽しくないとずっと喋ってんの。だってなんか寂しいやん。面白い。もう輪に入りたいな。喋んなとか言う。だって喉ほんまに痛そうで。え、ね、よかったよな。でもこの2日間ほんまに喋らんくて。なった。まだマシやん。声出たもんな。よかった。確かに。みんなでこうやって歌おうかって言って。そうそうそう。鍵穴しようかと思ったもん。鍵穴？鍵穴。裏の。どうもすいません。ランキング読みまーす。ごめん、耳痛かったかもみんな。第10歳、ミミちゃん、ありがとう。第12、FFF さん、ありがとう。ありがとう。第11、ホンミン、ありがとう。Thank you。第10位、スカイさん、ありがとう。第9位みぶろさん、ありがとう。第8位はーにゃん、ありがとう。第7位ゆりりんちゃん、ありがとう。第6位やまちゃん、ありがとう。めでとる。第5位ともりん、ありがとう。第4位おさぴよん、ありがとう。ラブポーションさん。第3位おしりピロピロおじちゃん。危ないやつや。銅メダル。銅メダル同情。銅メダル同情。同情。配信があることによって合法的に。いやいや。悪いなって。配信なかったらマジでやばいよ。じゃなくてもしてる。そう。いや配信あるから。よりそうね。そうそう。タッチオッケーになる。合法的にできる。タッチオッケー。第2位人います。スカーレットさん銀メダル同情。第1位は。レイトン金メダル、どうしよう。タワーマン、ありがとう。嬉しかったよ。ありがとうね、うん、皆さんも来てくれてありがとうございます。そして大きに逃げ。大きに逃げ。皆さん来てくれてほんまに大きにありがとう。ではではまた皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。目逃げ応援、昨日はキュンマートもありがとうございました。そっか、キュンマもやってた。そうなんです。ケイと3日連続よな。すごい、ほんまに。キュンとは違うねんけどな。カレンタンはスクラップ&ビルドな。2日間連続で違うとこ。あ、そうだな。そう、もうだからな、だからなリハ間違えて。間違えた。いろいろ。あ、そうだもんか。マジですごい。いやいやいや、優しい。ありがとうございます。カレンタのテンションずっと変わってないって。あ、マジ？ずっとこれ？そうなんだか。あ、ほんまに。嬉しい。ケイト声低くなってた。昔なんかキンキンした声してた。あんたね、ありがとうございます。あの時
の。そう声や。声変わり。声変わりしてんねんだから。お姉さんになってる。キャンキャン言ってた。かわいい。もうなんかもうケイトのメイドやんよ。なんかやばいね。映ってないけどな。おや。今今今今今あの懐かしのあのマネージャーも来てくれてます。ウィンクのウィンクのウィンクのエモエモ夢色エモかった。ミカの歌うまだった。え、おまっためっちゃ上手。マジ、ほんまですか。どこで思いました。え、最初嬉しい。ダンモ、ダンモ嬉しい。やった。声枯れてた方がいいんかな。ハスキーになってるから枯れてた方がいいんかな。あ、めっちゃコメントで分かられてます。ではでは、ありがとうございました。みんなありがとう。ここしまたね。いや、なんかナンバトルの発表の時は名前みんな出てます。